やっほー、けいかです。今日は久しぶりにママとドライブトークしたいと思います。レッツゴー。今けいかの母校前通ってる。母校っていうの？母中？いや、どこでも 母校母中っていう言葉あるの？わかんない、母校みたいな。え、母校の子って高校の子じゃないと。いやいや、学校の子。あ、そういうことね。けいかだから母校どこってやったら高校しか言ったらいかんのかと思ってた。いや、小学校、中学校、高校、学校の子。学校の子、じゃあ母校、母校の前、うん、今けいかが通ってた時と同じ制服着てるんだけど、学校変わってるね。あんなスカート長かったっけ。もっと着こなしてたと思うわ。制服も、体操服もお兄ちゃんお姉ちゃんのお下がりなんやわ。もうスカートを折り曲げんかったとしても短かったわけよ。だけん毎回毎回それで要件引っかかってたもんね。ちょっと身長差あるもんね、最後の計画ね。中学の元彼元彼ってさ、本当にその彼氏枠に入るのかが分からないけど、何をもって彼氏とかやってるのか分からない。もう中高生で付き合うって何とも思うけど、ね、いや、小学生で付き合ってるよね、今。おるよね。携帯持ってるからかな、連絡取り合って好きだよ、俺も好きだよみたいな。よく分からんよね、最近の小学生の恋愛感が分からん。なんか小学生は足が速い人がモテるみたいなのあるじゃん、うん、で中学生になったらお勉強ができる、で高校生になったらおもろい、で大学生は金銭面じゃない。いや、え、分からん分からん。え、じゃない、でもそこを大事にしてるんじゃないかなって思うんだけど。でもきっとそうだよ、小学生でモテた子って言ったら大体足が速いとかで、中学生って何を基準にして見てたのかな。3年生とか先輩がすっごい大人に見えるわけよ、おっきいみたいな、かっこいいって思うんやけど、まあ勘違いなんやけど。それも外で見たらダメなやつよね、制服マジックというかさ。確かに学校ではかっこいい先輩ってなるのに、外で見たら、ママも中学に入った時憧れたのは3年生の先輩だったら、なるよね。そうなるよね、うん、先輩憧れてたんや、ね、部活がサッカー部とか。あ、サッカー部やったかも。やっぱりさ、どの年代もサッカー部バスケ部はモテるんかな。でちょっと、うん、不良っぽい感じ。あー、わかるわかるわかる、うんうん、わかる。そこがなんかすごい大人に見えるけどね。よし、到着。ご飯食べ行こうか。また何食べようかで迷ったよね。優柔不断やったよね。優柔不断っていうか、美味しいものが食べたいから悩むってよって思う。そうそうそう。ま、行ってきます。美味しそう。いいね、いいね。いただきます。美味しそう。卵料理大好き。いただきます。うん、おいしい。うん、チーズがたまらん。ちょっとケチャップかけてみようかな。うよくよくしないように。はい、おいしい。うい、うん、危ない。これ昨日買ったの、かわいいやろ。そう、マスクチャーム、これ作ったんだよ。かわいくない？ビーズを自分でカスタムして作ってみた。こうやってするの。あ、ありがとうございます。いただきます。うん、うん、間違いないバーベキューの味って感じ。よく炒め物とかでもうまんまのタレ使うよね、うちは。焼肉のタレやったり、すき焼きのタレやったり、ネギ塩、ネギ塩のタレなんだけど、お野菜とお肉カットしてガーって炒めたらもう最高。美味しい。うん、うん、ね、美味しいもの食べるだけ幸せだよね。まず美味しいだけじゃなくて、美味しいものを食べれるこの体に最高なのと、この環境と、だからダイエットしてる人も食べてる瞬間は、あ、もう美味しいっていうのを全力で感じて食べた方が絶対いいよね。知り合いのね、うん、
娘さん、うん、東京に住んでる人、うん、コロナになったの。あら味覚あ、でも今ちょっともう大丈夫とかでもしばらくあった2日ぐらい熱が出て、うん、で熱は下がったんだけど、うん、味覚障害が残って、うん、もう何もこう食べたいとか思う。何が辛い結構続いたらしい。なんかやっぱ後遺症とかあんのかな、9日ぐらいの子。そうなの、やっぱさ若い子の方があんのかな、いろいろ。ワクチンだってよく言われてんじゃん、うんうん、なんかいいも悪いもさ、いろんな人の意見が SNS で回りすぎてわからなくなってきた、うんうん、何が真実かわからんし、それを鵜呑みにする人が多すぎる、うんうん、そうやって言ってたっていうのをさ、もう 100% で頭の中に入れるやん、じゃなくてこういうのもあるんやなっていう考えを持った上で自分がどう思うかでさ、ワクチン、まあ、打つ打たんとかもやけど考えた方がいいよね。今回のコロナに限らんけどね、誹謗中傷とかね、うん、みんな簡単にさ思いすぎるよね。昨日バンタンのねジミンちゃんの殺人予告の動画見てたんだけど、もう胸が苦しかったよね、見てられない。あれなんで言っちゃうんやろ、それを直接。絶対さ好き嫌いはあると思うんだよ、うんうん、稽古もいるし、うん、っていう人だけど、わざわざなんて本人に伝えるのかもわからんし、その人にエネルギーを使うのかわかんない。疲れるじゃん、嫌いな人のことを思うのって。ましては自分の兄弟が言われるのも嫌し、が言ってるのも嫌、それでコメントしてるって考えたらゾッとさよ、うんうん。この後もお母さんとのガールズトークは続きました。美味しかったです。ごちそうさまでした。美味しかったね。今日の経過はこんな感じでした。じゃあバイバーイ。グッドボタンとチャンネル登録とコメントお願いします。